悪い有彦、先約を思い出した。そっちは食堂でパスタでも食べていてくれ。パスタ？パスタなんで？茶道部ですが、どなたでしょうか。遠野です。先輩、お昼ご飯一緒に食べましょう。先輩、お昼ご飯だってば。放課後と言ったはずです。今日は遠野君とは食べません。カレーパンあるよ。遠野君、私が食べ物に釣られる人間だって思ってるんですか。まあ、それはそれでもらっておきますが。お、考えてみたら、遠野くんに八つ当たりをするいわれはありませんでした。そもそも、せっかく来ていただいたお客さんを追い返すのは失礼です。つまりお昼を一緒に食べていい。ええ、まあそう取ってもらって構いません。そんなに和室が好きなんでしたら、どうぞ中に入ってください。あれ？先輩、お昼はそれだけ？はい、今日はちょっと手持ちが少なくて、一番安くて量の多いものを。昨日予想外の出費があったもので。それより遠野くん、事前に断っておきますが、吸血鬼の話は放課後になってからです。今はランチタイムですから、そのことをきちんとわきまえるように。わかってます。単に先輩とお昼が食べたかっただけですから。真面目な話はまた後でですね。おや、遠野くんも同じセットですね。今日は他にカレーパンもつけましたよ。でも本当は違うものを期待していたんです。例えばお手製のお弁当とか。そうですか、お手製の。遠野くんのお家ならそれぐらい作ってもらえるんじゃないですか。
そうですね。めちゃくちゃ料理の美味しい家政婦さんがいてくれますから、お願いすれば用意してもらえるとは思います。でも大事なのは味ではなくてですね、頑張ったご褒美にもらえる真心的なものが欲しかったんです。それはその遠野くんの一方的な要求に過ぎないというか、強制力はあまりないというか、別に実行できなくても問題にはならないというか。ひどい。どうでもいい問題なので忘れていたわけですか。いえ、忘れていたわけではなく、むしろ制作にもう少し時間が必要で、昨日1日ぐらいじゃ勘とか全然戻らなくて。大事なのは味じゃないと言いますけど、やっぱり一番大事なのは美味しいことだと思うんです。先輩、本当に俺のお弁当を作ってくれたんですか？はい、作れませんでしたけど、期待に応えられなくて申し訳ありません。お弁当はもう少しお時間をいただくとして、何か他にお返しできるものがあればいいんですけど。残念です。となると体で返してもらうしかないですね。ん？はあ、労働力ってですか。割と現実的なんですね、遠野くん。でもよかった、それならなんとかなりそうです。明日の放課後、2時間ぐらいならどんなアルバイトでも変わって。そうじゃなくて、もっと直接的なスキンシップの話です。遠野くん、何を。何って、近くに寄らないと先輩に触れないでしょう。そうだ、肩周りが見たいので上着を脱がせちゃいますね。それは聖職者として許可できません。っていうか肩周りって。じゃあメガネ取らせてください。なぜ、爽やかに気が狂ってます。なぜって、男はみんなそうですけど、女の子の装飾品を剥がすのとか大好きだし、うん、ゆで卵を剥く感じというか、それが末端であるほど興奮しますよね、先輩。なんか堂々と屈折した紳士でした。取り替えっこなら、そちらのメガネと交換ならいいです。すみません、どうかしてました。先輩があまりに可憐な反応をするもので、つい。可憐ですか。よくわかりませんけど、正気に戻ってくれたのは助かります。
メガネはいいんですか？残念だけど、またの機会に。メガネを人前で取るのは俺も苦手でした。自分にできないことを人にお願いするのはちょっと虫が良すぎましたね。はあ、私はそこまで気にしてませんけど、突然だったから驚いただけで。遠野くんはそんなに目が悪いんですか？視力は平均的です。このメガネだってドア入ってないし、外さないのはただの願掛けです。子供の頃にお世話になった人との約束というか、まあそれも。訳ありということですね。それに関しては追求しませんが、先ほどの直接的なお返しというのは、その、すみません、改めて反省させてください。さっきのは健全な男子高校生の素直な気持ちというか、とにかく弁当の代わりに要求するようなことではありませんでした。今後は何とか抑えますので、今回ばかりはお目こぼしのほどをいただきたく。そうなんですか。私も年頃の男の子の声帯は耳にしていますので。遠野くんが基本けだものだったこととか、何を言っているのかは理解できるのですが。すみません、声帯とか言われるのはきついです、先輩。ですよね。とにかく一時の気の迷いなのは分かりましたけど、あの、なんでそんなことを？浴場するのならノエル先生にだと思うんですけど。何言ってるんですか？そんなの、先輩の体が魅力的だからに決まってます。あのですね、今話題にするのはルール違反だけど、我慢できないから話しますよ。シエル先輩はとんでもなく魅力的で、グローブと戦ってる時の先輩はめちゃくちゃかっこよかったです。かっこいいですか？はい。地下の広場の時点で頼もしさは最高潮でしたけど、鎧に身を包んでからの先輩のかっこよさは別次元でした。あんな吹雪の中で一歩も引かなかった姿は完成されたアスリートみたいで、俺は外から見ていることしかできなかったけど、勇ましすぎて目が離せなかった。華奢な手足であんな重そうな重機とかバカでかい剣を振り回すのも嘘みたいだったし、何より鎧が剥がれてからの先輩はこう無防備すぎて脳にガツンときたというか、こんな反則級にすごい女の子がいるなんて、こうして思い返しても信じられないくらいです。とにかく以上です。それぐらい先輩は魅力的だってことを自覚してください。はあ、にわかには信じられませんが、遠野くんが言うなら1割くらいは。でも後半は褒め言葉じゃなかったような。褒め言葉です。的確な表現が思い当たらなかっただけで、先輩はとことんモンスター級でした。もう夢に出るくらいに。先輩、自分のことわからないんですか？そうですね、ちょっと自信はありません。私あんまり自分に関心はありませんから。
すみません、きっと自分のことなんて好きじゃないんです。私、先輩。でもありがとうございます。誰かに褒められるのってこんなに嬉しくて、こんなに照れくさいことだったんですね。話は変わりますが、遠野くん。あ、はい。あの、予定を早めて、吸血鬼の話ですか？いえ、カレーパンください。話変わりすぎだよ、先輩！だいたい食べ物には釣られないって言ってたじゃないか。それとこれとは別問題です。遠野くん、自分が言ったことを今更保護にする気なんですか？はいはい、元からその予定だったし。どうぞお納めください、将軍様。わーい。それでは遠野君には食後のお茶をお約束しましょう。ご安心を。空気を読んで緑茶ではなく紅茶にして、おまけにお茶菓子もつけちゃいます。